システムワイドインンンフォメメーションマネージメント日本語版ムまたはシステムワイドインフォメーションマネージメントは FAA 米国連邦航空局が導入している情報共有プラットフォームであり共通の状況認識を高め航空交通管理 ATM システム情報のより広範囲な共有を促進することを目的としています。 革新的なネクストジェンプログラムの重要な要素として、スイムは航空データの統一されたアクセスポイントを提供するインフラストラクチャとして機能しています。スイムはデータの提供者が情報を一度発行し、ユーザーが好みの方法で単一の接続を通じて必要な情報にアクセスできるようにします。 ネクストジェンのデジタルデータ共有の中枢と位置づけられたスイムは、国家航空宇宙システムナス内でのイノベーションと効率的な運用を促進するために、重要な役割を果たしています。スイムは通信の標準仕様、インフラストラクチャ、およびガバナンスを通じて機能し、幅広い能力に対する共通かつ再利用可能なフレームワークを提供しています。 SWIM には航空交通関係者間のデータ共有を向上させる2つの主要な特徴があります。1. 接続の合理化。SWIM は異なるデータシステム間の接続を簡素化し、ユーザーが単一の接続を通じて複数のシステムにアクセスできるようにします。 以前はデータ提供を行うシステムごとに回線ごとの独自の接続が必要でしたが SWIM は標準接続を確立することにより回線ごとの独自接続を不要とします2データ変換 SWIM はさまざまなシステムからのデータを標準フォーマットに変換し国際機関 FAA 内部航空会社 およびサービスプロバイダーを含む関連産業や政府間でのグローバルな連携を促進しますこれにより航空交通関係者間での効率的なデータ交換と相互運用性が高められますスイムのカスタマーはデータの提供者と利用者の両方を含んでいます データの提供者は、自身がアクセス可能な情報を提供し、それが統一されたソースを通じて共有されることを目指します。一方、データの利用者は、必要な特定の情報に便利にアクセスできます。要するに、スイムへデータを提供する、または情報を利用する人々は、すべてカスタマーとみなされます。 現在利用可能または近い将来に利用可能となるスイムサービスを見つけるには国家航空宇宙システム NAS に関するサービス登録簿およびリポジトリ NSRR を参照してください NAS 内の現在のおよび開発中のソアサービスに関する詳細が含まれています現時点ではスイムデータにアクセスする航空会社に対して データ利用料金はかかりません。ただし、スイム接続のためのユーザー側のインターフェース開発に関するコストはユーザー側が負担しなければなりませんスイムの利用者には業界、航空会社、非 FAA 政府機関、学術および研究センター、空港、FAA 施設。 および FAA プログラムが含まれまれす従来は特定のデータにアクセスするためにはそのデータを提供するシステムに合わせた新しい接続を確立する必要がありました SWIM は同じプログラミング言語を使用して標準化された接続を導入し すべてのデータに対して普遍的な言語を利用することでシステムごとに個別の接続を必要としませんスイムの概念はユーロコントロールが1997年にそれを FAA に提案した時に生まれその後継続的に開発されてきました2005年 国際民間航空機関以下をのグローバル航空交通管理 ATM 運用コンセプトはデータに基づく ATM 統合を推進するためにスイムを採用しました現在スイムは米国ネクストジェンおよび欧州連合シングルヨーロピアンスカイ ATM リサーチセサルの開発プロジェクトに統合されています SWIM は NAS 航空交通管理のデータ提供者とその利用者をシステム内に組み込むことでさらに進化しています現在進行中の開発には新たなデータ提供者の段階的な参入 NAS およびミッションサポート情報の提供そしてコモンサポートサービスウェザーやターミナルフライトデータマネージャーなどの FAA プログラムの 導入が含まれていますその成長と成熟度はナス情報の費用対効果の高い効率的な交換を容易にし相互運用性を向上させることを目指しています将来的には ATM データの広範な国際交換と ミッションや安全に関する重要なデータを含む高品質のサービスの適用が計画されており、その際には標準化されたデータ形式が使用されます。この戦略的なロードマップにより、FAASIM は世界で最も混雑している航空交通空域のデータネットワークに簡単に接続できるようになります。 スイムクラウドディストリビューションサービス SCDS は一般利用者にアクセス可能なクラウドベースのインフラストラクチャでありソラス JMS メッセージングを介してほぼリアルタイムのスイムデータを提供するように設計されていますこのサービスはユーザーに f a a s イ i m データへの迅速かつ簡素なアクセスを提供し NAS Enterprise Service Gateway s g を介して、利用可能な公共データを提供します。SCDS は、FAA の基幹回線である NESG に直接的に接続する場合に比べて、その接続プロセスをより容易なものとします。特筆すべきは、 SCDS によって提供されるすべての情報が国家データ公開審査委員会、NDRB からの公開事前承認を受けており、国家航空宇宙システムなす買いおよび非運用用に使用することを認めている点です。スイムは航空交通関係者や、一般の航空機利用者にいくつかの重要な利点を提供します。 リアルタイムで信頼性のある航空情報、フライトデータ、および気象情報にアクセスできることで、国家航空宇宙システム NAS 内外でのユーザーの迅速かつ正確な対応能力が向上します。接続インターフェースの実装および運用コストの削減により、航空交通コミュニティの機動性が向上し、 より少ないリソースでより多くのことが達成されるよう促進されます豊富な航空情報源への効率的なアクセスを提供することで航空パートナーや一般の利用者のニーズに依頼公共および民間セクターにおけるイノベーションを促進します航空コミュニティのスイム導入によりイノベーションを促進し 付加価値のあるサービスを提供し、結果的に航空機乗客により快適な環境を提供します。スイムは直接的には、一般の航空機旅客の目に触れることはないかもしれませんが、その利点はより効率的な空域管理を通じて現れ、結果として遅延が減少し、空中での時間が短縮され、インフラコストが低減し、 より高い効率基準による環境へのポジティブな影響が生じますスイムはいくつかの重要な課題に対処するために作成されました 1. コスト削減スイムは国家航空宇宙システムナスデータのすべての利用者のコストを削減することを目指しています 2安全性と効率性の向上スイムは共通の状況認識を促進することにより航空安全性と効率性を向上させることを目指しています3一貫した情報提供スイムはパイロット管制官ディスパッチャーなどさまざまな利用者に一貫した情報を提供するよう設計されており積極的な意思決定を支援しています 4安全なデータ交換 SWIM は FAA のセキュリティ基準に準拠し NAS 利用者間で安全なデータ交換を容易にします SWIM は従来のシステム間の接続の障壁を排除することで航空広報サービスプロバイダー ANSP の能力を確信します従来は システム間を接続するには固定ネットワークとカスタムインターフェースが必要であり高い相互依存性を伴っていました2007年改善の必要性を認識した FAA はこのシステム間接続の相互依存性を減らすためにスイムを導入しました FAA のデータ共有のバックボーンとして SWIM は、空港、航空会社、航空業界など、多様な消費者に対するデータ公開のための単一の接続を提供することで、標準形式で複数の種類の航空データにアクセスする柔軟性を可能にします。 この新たな柔軟性により、直ちに以下の利点がもたらされます。1、効率的な調整、スイムにより、FAA は関連データを共有することにより、関係者間の調整を最大限に高め、より良い航空交通管理を実現します。2、パイロットのデータアクセス、パイロットは、 停電や空域制限などの重要な情報の更新にオンラインでリアルタイムにアクセスできるようになります3産業の革新航空産業は飛行する一般のニーズに対応するアプリケーションを開発するためにスイムネットワークを活用しています四、加速されたグローバルな超話スイムは ガバナンスを通じて航空交通のグローバルな調和への移行を加速し、飛行安全のためのデータ精度を向上させます。スイムは21世紀の航空交通サービスにとって重要であり、次世代システムの変革において重要な役割を果たしています。これは、より効率的な運用と円滑なコミュニケーションを目指しています。 国際的には、スイムは航空関係者が急速に拡大する国際航空交通コミュニティをどのように取り扱うかを再構築しています。スイムは、FAA に支援されたセサルなどの国際グループが独自のスイムソリューションを開発することで、グローバルな実装を容易にしています。 ご視聴ありがとうございました。